黄色のジャージを着ております。京都府代表、京都青少高等学校。フォワード、左クロップ1番、西村雄貴君。フッカー、2番、加藤康介君。右ロック5番山本蓮志君、左フランカー6番キャプテン三木康介君。なおこの試合のレフェリーは九州協会公認川野裕二、アシスタントレフェリーは新谷、西田、福岡、以上の3人です。この試合は30分半で行われています。
高知高校オフペナルティーゴールを狙います。ペナルティーゴール成功いたしまして、京都青春高校3点を追加、20対14になります。
吉田さんとします。尾道高校5番松永正義君に代わりまして、23番2番加藤光介君に代わりまして、12番中村優太君、4番本橋拓真君に代わりまして、19番宮城優太君、京都代表、京都精神